はい、どうも皆さん、こんにちは。ブーちゃんです。今回はこのゲーム、ゲッティングオーバーイット、ウィズ、ベネット、フォーディーを実況プレイしていきたいと思います。このゲームはですね、壺に入ったおっさんが、この、出てきてる、この、斧みたいな、ピッケルみたいなのを使って、崖みたいなの登っていくみたいな。そういうゲームですね。まあ、言うより、やった方が、わかりやすいと思うんで。じゃあ続きからというか、最初からやっていきたいと思います。さあ。これですね。この、こいつが、主人公です。こいつですね。簡単なね、ゲームの説明をすると、この斧、わかります?この斧。これを、地面に、かけて、こう、マウスを、こう、この丸いところが、今自分のマウスの動きに連動しています。連動していて、これが、こう、地面に引っかかることによって、おっさんが浮くっていう、全然、意味がわからないバカゲーなんですけど、やっていきましょうか。これすごく難しいんですよ。自分でちょっとやったんですよね。やったんですけど、クリアできるのかなっていう、クリアできるのかなって不安になるゲームなんですよ。めちゃめちゃ、やればね、わかるから、これ簡単だろって思う人はいると思う。このゲームを見てて。今実況してるけど、この実況が終わった後に、いやいや、そんな、ブーちゃんさん、そんな、難しいわけないでしょ、こんなゲームって思うと思うんですよ。やればわかる。これやばいから。じゃあやってみましょうか。ちょっともう嫌なんだけど。もう嫌だ、ここは。これ結構シビアなゲームでですね。こう、登っていくんですけど、このゲーム途中セーブがないんで、これ実はね、落ちると終わりなんですよ。落ちたとこからやり直しっていう、なかなか、鬼畜なゲームを、Steam さんは、そう、語りが入るんですね。やり直しほど厳しいものはない。あ、読めなかった。1時間移動した後に家に置き寄せると財布のために取りに帰ったり。カジノで地道に獲得した賞金を全て赤にかけたら、あいにくボールは黒。もう、結婚式前、お気に入りのシャツをクリーニング出したのに食べ物をこぼしてる。ああ、最悪ですね。友達を論破したと思ったら、次の瞬間に、またそれぞれの考えに戻ったり。やり直しはやり始めるよりも辛い。気持ちが乗らない時、特に嫌なことがあった一日に、そんなことがあると目の前の現実から目を背けたくすらなる。いつでもどうぞ、私はここで待ってますから。あ、なるほど。そういう時にはこのゲームをやりに来てください。そうですか、私に付き合ってくれてありがとうございます。いつでも小休止が必要です。やめな。安全な場所に探して、ただゲームを閉じるな。どんな時でも自動セーブされますから、ご心配なく間違えて消してしまっても大丈夫。自動セーブってね、自動セーブっていうのは、今言ったんだけど、ただ、ここに帰ってくるだけなの。だから、もし、こっちに落ちちゃったら、そこで自動セーブされるのね。だからまあ結局は意味ないんだよね。こうやってね、語りを入れてくるんだ。このゲーム、落ちるとね、語りを入れてくるんですよ。すごくね、嫌な感じですよ。セクシーハイキングっていうゲームを元に作られたらしいね。さっき、カジノの、もう出たこれ。こういうことよ。こういうことですよ。結構ね、やった感じあるから、この辺はまだ余裕なんだよね。ただ意外とね、イライラするんだよ。このゲームね、イライラする以外はね、とても雰囲気がいいゲームなんですよ。と主人公がおっさんのこと以外は。ここが第一関門。ここがね、きついね。頼むおっさん、頑張って。おっさん、頑張って、そこに乗るんだ。よし、いいぞ。やっと、ナレーションが終わったね。ここからはシュールな時間帯になります。
あのね、あの喋ってくれるときはね、実況しなくてもいいんだけど、いや、よくはないんだけど、実況しなくてもなんか、いい感じにね、BGM が流れてるんだけど、こう止まるんだよ、BGM が。そうそうそうね、喋んなきゃいけない。いや、やだね。こう、あー、今のは、あの、ここはこういう感じで行くんですよ。こういう感じっていうか、なんて言えばいいの？まず、ここの岩に乗る。乗って、最初ね、最初は、この岩を、この、ピッケルで、こう、押して、最初に、ここね、こうパンって行って、こうやって行こうと思ったんだけど、こうなっちゃうの。引っかかっちゃうんだよね、ピッケルが。そうそう。で、ここに乗って、この、ここのさ、ちょっとなんか、ここあんじゃん。もうちょっと斜めになってると、ここにかけて、上がって右にかける。そうそうそう。そう。で、よいしょ。バカ。そう、今のでいける。いけるんだけど、これがね、ムカつくんですよ。ほい。ほい。おっけ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 。ほい。あっ、すいません。危ねえ。いや、今の動画的に落ちた方がいいんだけど、あの、池山ってゲームやめちゃうかもしんないから、今のは落ちなくてよかった。これはこの辺に傾いて、ここ。そう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 。おー、喋り出した。いっぱい。気になる人は一時停止して見てみて。これはね、進んでいくから。こっからは、こう、ここはね、適当でもね、なんかいけちゃうんだよね。あー、落ちた。ここは適当にね。マウスをくるくるしてるといけるときがあるので。あー。いいね、いいね。いいよ、いいよ。あ、バカバカバカ。おっさん、右右。アマゾン、OK、このおっさん、名前つけようかな。何にする？何がいいかな？断蔵にしよっか。断蔵。よし、断蔵でいこう。行くぞ、断蔵。断蔵。断蔵、断蔵？断蔵、そんなにコンテナ好きか？断蔵。あ、OK、そうそう、そうだ、断蔵。行け。止まるんじゃねえぞ。あ、OK、OK、いいね。今の、ふわっていうの、よくない？断蔵、今のいいぞ。その調子、その調子。で、ここは、こう。で、ゆっくりこれね、斧をね、ゆっくりこの間通して、こういうゲームあったよね、あの、隙間をさ、なんか触っちゃいけないで、通すゲーム。なんて言ったっけ、あの、ビリビリゲーム？イライラ棒、イライラ棒、そうそう。イライラ棒。このゲーム、イライラ棒とプラスしたらやばいだろう。ただでさえイライラしてるのに。おい。オッケー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 。そしたら、ちょっとここはね、ここ結構ね、安定しないんだよね、俺。どう、なんかいろんなやり方あるんだけどさ、俺はまずここに乗るんだ。ここに乗って、で、あの、本当はね、あの、赤い、なんていうの、ピンク色のさ、そこの角に引っかかるといいんだけど、これで行ってみるか。ほい。よしよしよし、いいよ。オッケーオッケー。いいね。で、あと次、そっちなんだよ、そっち。そっちに行きます。あ、構えて、え、待って。これね、一回、こっち向きに傾きたい。そう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 。もうちょい傾きたい。おっさんじゃねえ。なんだっけ。断蔵。断蔵もうちょい傾いて。オッケー。行くぞ、断蔵。ほっ。オッケーオッケーオッケー。This context, it's tempting to make friendly content that's gentle, that lets you churn through it, but not. ちょっと行ったんだよね。ここはちょっと難しいんだけど、難しいかわかんないんだけど。そこのね、その、出っ張りに行きたいんだよ。だけど、どうやって行ったっけな？もうなんか結構前にやったら忘れちゃったな。ちょっと一回、こう引っ掛けて、降りよっか。これもうやだ、ここから降りたくないもん、俺。ほら、こんな感じ？そこの右下にさ、あるじゃん。あそこに行くんですよ。ほっ。バカ！はぁ！ It's just a lot of progress. That's a deep frustration. A real punch in the gut.やろっか。あそこまで戻ろう。
このゲームやべえよ。よいしょ。なんだその動きだんぞ。なんだ、なんだ今の動き。よし、まずここに登る。ほい。やばい、おっぶねー。ああ、怖っ。あ、バカ。怖えよマジで。このゲームほんと無理、無理だわこのゲームマジで。よし、いいぞ団蔵、ここ登るぞ。まずいいぞ団蔵。オッケー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 。あれだ、お団蔵暴れるな。団蔵、団蔵おっぶね。おー、危ねえよ、団蔵。お前、もうちょい、安定感を持たせて。お前、自分の動きにちゃんと責任持って。いくよ。まずそこ登る。オッケーオッケーオッケー。ここ。引っ掛ける。引っかかんない。ああ Sorry about that. はい、ということで、どうでしたでしょうか。いやー、まあ、こういうゲームです。ということでね、これをね、クリアまでいけるのかどうか、やっていきたいと思います。いやー、長くなりそうだなー。もしこの動画を楽しんでいただけたら、チャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いします。あと、ツイッターも、やっているんで、概要欄に貼ってあるので、よかったらそちらもフォローお願いします。それでは、ブーちゃんでした。ご視聴ありがとうございます。